は一人だった僕とさんの過去。中学から楽ではなく楽しいを考えていた。楽しいを求めて練習も頑張っていた。しかしチームはその熱量についていけず、僕とさんは腫れ物扱い。気づけば一人だった。それでも楽しさを求めて走っていた。僕とさんにも辛い過去があったなんて想像してなかった。でも今は自分の自由奔放な言動、自分の楽しいに応えてくれる仲間がいる。昔は一人だった背中についてきてくれる仲間がいる。自由な背中を支えるチームと、チームを導くエース、主将が完璧じゃないからこそ成立する信頼関係。自由と信頼で構成されたチーム、それが袋谷学園。